ヘッス・アンヘル・ガルシア・ブラガドは、スペイン・マドリード出身の陸上競技選手。1992年バルセロナオリンピックから2020年東京オリンピックまで8大会連続でオリンピックに出場しており、世界で最も多くのオリンピックに出場した陸上競技選手である。体操選手のカルメ・ナセイドは妻。1992年には、 地元スペインのバルセロナで開催された1992年、バルセロナオリンピックに出場し、5 0トル競歩で10位となった。1993年には、ドイツのシュトゥットガルトで開催された1993年世界陸上競技選手権大会に出場し、5 0トル競歩で金メダルを獲得した。 1993年には、スペインスポーツ協議会が主催する、スペイン最優秀スポーツ選手賞を、同じく競歩選手のバレンティマス・サナと同時受賞した。1997年には、ギリシャのアテネで開催された1997年世界陸上競技選手権大会に出場し、5 0トル競歩で銀メダルを獲得した。2001年には、 カナダのエドモントンで開催された2001年世界陸上競技選手権大会に出場し 50km 競歩で銀メダルを獲得した2009年にはドイツのベルリンで開催された2009年世界陸上競技選手権大会に出場し 50km 競歩で銀メダルを獲得した2006年から2007年には国民党選出のリエイダ市議会議員を務めた 2011年には国民党の筆頭候補としてサントアドリアーダ・バゾス市議会議員選挙に出馬し市議会議員に当選した。2015年の地方自治体議会議員選挙ではサントアドリアーダ・バゾス市議会議員に再選された。2013年1月にはアルベルト・フェルナンデス・ディアスの公認としてバルセロナ県議会議員となった。ありがとうございます。